じゃあ次行くぞ。ショートカット便利だな。みんなには内緒だよが、あそこにあったってことは。いいね。結構うざいね。ここは入っていいとこだっけ。あ、大王星様、回復してください。薄めリンク、ね、目を閉じて目を閉じなさい。薄めリンク。あ、これもね、ちょっと有名なネタだね。よっ、失敗した。ちょっと邪魔すぎるんで、邪魔なやつを倒そう。あー、ひどすぎる。ちょっと待って、邪魔すぎる。弓兵の動きが機敏すぎる。おい、どうしよう、どうしよう、どうしよう。これ違うゲームや。対馬かな。ねえ、あの弓弾けるやつ覚えたら、あいつも弓編何にもできなくなるからさ。おお、いた。敵の復活が早い。一応ね、バグ技で泳げるってのが、ここ画面端なんだけど、ここで飛び込みながら画面変えると泳げるんだよね、確か。難しいんだけどね。いや、これ溺れても、うん、ここじゃなくて飛び降りるとこだったかな。まあまあ、なんかそんなあったはず。大ギリンを呼ぼう、大ギリンを。せっかくなんで小ネタを見せたいんだよ。あいつ、あいつ、あいつがね、飛んだ時にランダム見すぎて頂上がバグワールドみたいに見える。よ、これこれ、こうやるとチキショー持ってけ泥棒って、あのアイテムをくれるっていうね。普通に倒しゃいいんじゃねえか説もあるけど、しょうがないね。次行くか、次。ここ。2回に分けましょう。爆弾。で、真ん中を押して、最後。どっちが正解かね、覚えてない。どっち行こう。正解。やめて。やめて、強い。妖精使っちゃう、妖精使っちゃう。お、魚、魚。これをね、あそこまで持っていくと確か。ないね。これの状態で商人まで持っていくと買い取ってもらえるんだけど、ちょっと距離も長いんで今回は行きません。使うか。じゃあ蜂使います。捕まえた蜂を解放すると皆殺しにしてくれます。最近はね、あの虫取り網ないよね。直接瓶振って捕まえるようになったよね。全部やってくれます、蜂が。強いんだこれ。いなくなった。こんな短かったっけ。蜂は帰りました。野に帰りました。ブレワイなんて手づかみという。い
強い。確か出した蜂を自分で虫取り網でもう一回回収できるから、ね、長く使うことはできた気がするんだけど。こんな早かったっけこいつ。話しかけないでください。私は変なおじさんです。縦札を抜いたりしないでください。まあ基本やな。どうしてどうして。これもね4コマでよくネタにされてたね。変なおじさんがとてつもなく変になっているって。栗山先生のネタだな。私と一緒じゃ入れないよ。クソクソ野郎ですねこいつ。誰だ、縦札を抜いたのは誰だ。いや、よきいなくなった。ということで変なおじさんには気をつけましょう。そうです、私が変なおじさんです。お、回復だ。さあ、じゃあね、2つ目の紋章のダンジョン、ね、ダンジョンの数的には、3つ目かな、向かいましょう。時間が普通に終わってるのかな、この世界怖い。なんていうかね、俺を思い出しながら、あれ？それはムドラの書。それがあればハイリアの民の言葉がわかるはずですじゃ。ここはあるね。はい、それカンテラや。ここでヒントくれるのかな？ムドラの書がなければ入れませんよみたいな。かけらだ。先取ってきちゃったね。あれ誰？チョロ？よくわかんにゃい。まあハートのかけらがあったんで来たのは間違いじゃなかったということで。マップの左下に確か。アイテムがあるよ、ね、これダンジョンの途中から行ける場所なんで、ね、覚えておきましょう。着直すのはめんどくさいので。うわーサンドマン。大陸横断レースで1位取りそうな。えげつねえな出てくんの。それじゃあ行きましょう。2つ目のマップ、じゃあ2つ目の紋章。ちょっと何書いてるかわかんない。日本語で OK？ この石板の前で念ずるがよい。そなたの願い伝われば道は開けるであろう。あいつ描くぞ。閉じ込められた。さあ、それでは行きましょう。二つ目の紋章のためのダンジョン、レッツゴー。さあ、ということで、二つ目の、紋章のダンジョン。砂漠の神殿かな？名前は忘れました。忘れましたっていうか、そもそも気にしたことないっていう方らしいです。あ、これだ。最近の、ゼルダにも割と出てくる。ピーおぉ。地図がね、ないです。まずは地図が欲しい。ビーモス君、そんな名前だっけ。アリ地獄、結構痛いな。まあまあまあ、まずは地図を探そう。となんだこのあからさまに怪しい食材は。なんもないんかい。怪しい、怪しいだけ。こっちかい。そっか。あ、早速マップゲット。食材は罠でした。さあさあ、早速地図。こうやって見ると、一回
B1 かな、かなり広い、で、合計3階層、1、2、3階層で1階ね、 B1 が多い、 1F はクソです左か右かどっちから行こうかな、覚えてない。まあ左側にいるんで左から行ってみる。やめてあぶね。サハスラーラじゃ、すべての魔物の館に置かれた宝は必ず手に入れるのじゃい。全部回れってことですね。鍵1、次こればっかやな。多分どっかにスイッチがあった。まあせっかくなので全部上げていこうか。止まらなければどうということはない。あやめてもらいたいですね。早っ。やっ残ってくれないんだね。自分で地図に書き込むことはできないよね。何の意味もないよね。次はコンパスが欲しい。かわしていこう。めんどくせえ。いっちゃ。火つけんのかな。いい加減にしてよ。ね、はい。これ動くんだったか。お、回復だ。割とどうでもいい。え？あれ？え？嘘。嘘だどんどこどん。え？ちょっと待って。マジか。さらに火？赤。え？一回だけ？あ。巻き戻し。覚えてた？これここに。あ。ハートのかけら。ね。4つ揃ったんで1ポイントアップです。結構ゼルダってこれが多いんだよね。マップ、ダンジョンと外のマップを行き来するみたいな。無理ですね。大きな宝箱を開けてから。じゃあ逆だね。右側回りに行こう。あ、治ってる。よかった。体力減ってたら次使おう。最近のゼルダってどうだっけ？マップ変えてもペガサスの靴のダッシュ残ってるんだっけ？まあ最近のニーディーゼルダって少ねえからな。やめて。最近のニーディーゼルダの最後って何なの ?4 つの剣か？何の音？何の音？不安になる音が。鍵あるね。あ、コンパス。これは敵を倒せっか。奥開くのは。いけ。何？うわあ、お前か。ハシンはお前か。大きな鍵。にゃい。えげつない弾撃ってくるな。何の音だろうって思ったけど、あれか。で、大きい鍵を取ったので、左上。そうだ。コンパス意味ねえんだ。左上やね。
別にコンパスはアイテムの場所わからんのやった。あ、出るよ、出るか。おう、帰り道だね。いらないです。マップ見ても OK だな。じゃあ左でアイテムもらいに行きましょう。意外なことにこいつには色があります。何が意外かは分からんが、一応ルート的にはこうなってるだけか。ここも左行けないね。 OK。 そして壺は貫通できない。できない。これはこれでいくと無視で金だ。お、体力がいい具合に減ったね。いい具合に減ったの意味は分からんけど、いい具合に減ったね。あっ、さあここの大きな宝箱は、ね、パワーグラブです。やべ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 、ビーブラって死ぬんじゃね。急げ急げ。ふぅ、ということでね、安心。妖精は7マス回復です。一気に大ピンチ、わらわら。そしてね、これが持てるようになります。やったぜ。うん、帰り道だけだね。あ、地図こっちになっちゃった。はい、ここが、1階ですね。2マップだけです。まあこの辺のどっかへと思う。貫通してくんのかこれ、怖っ。あっね、これ有名な仕掛けです。有名な仕掛けですね。ガバガバじゃねえか。割とこのね、知らなければ割ときつい。知ってればクソ罠ですが。クソトラップ。いやー、終わったね。終わり。お、鍵あんじゃん。一応回復くれる優しさもね。はい、1階終わり。さああとは2階だね。これは敵を全部倒せた。正解。ここは食材に全部火をつける。お、あ、いら。あれ？あれ？ビーム、あ！加速できそう。鍵じゃねえ。罠だった罠。次は行くか。壊せる。お、壊せる。そう。あ、こっちか。あ、そう。あ、あ、なんて厳しい罠なんだ。あ、回復じゃん。
エラマ、やったぜ。アラマ、まあ、なんでもいいけど。アイスロッド君、結構消費が激しい。壁が動いた。さあ、ボス戦です。ほらほら、虫です。できるだけ回転切りで攻撃したい。2倍ダメージ。連打した方が早いかっていうのもある。今誰に、あ、どうか思い出した、思い出した。開いた瞬間に攻撃飛ばしながら来る。斜めで構えているのは気をつけよう。痛い痛い。斜めの配置は気をつけるんやで。1体でも減らすとだいぶ楽になる。全力で離れてたらまあまずは OK、 まず1体。まあここパワーグラフなんでね、ボス戦には関係ないで。ゼルダって大体、ね、そこの大きい宝箱で手に入れたアイテムがそのボスの特攻武器のことが多いんだけど。さあ、あとはお前一人だけだ。来いよベネット、一発だった、楽勝。力の紋章を手に入れた。また一つ強くなったぞ。さあ、最後の紋章へ向かう。はい、ということで、脱出。次の目的地は、山の上ですね。どう考えても、セーブして、教会から始めるのが近いね。一応ね、パワーグラブを手に入れたことで地面の石持ち上げられるんで、いろいろアイテム回収ができるようになってんだけど、まあ、もう一個上のパワフルグラブとか泳げるようにならないと取れないところも多いので、今回はアイテム回収回りはしません。よし、じゃあ帰ろっか。セーブして終わる。